アルミ缶の今夜も勝負パンツ。こんばんは、松竹芸能の美人漫才コンビアルミ缶の高橋と、今日はパーカーの赤坂です。あーパーカーかぶっちゃったね。ようパーカー着てね最近。あ、そうですか。そんなによくではないよ。あら、私の真似かなと思ってたのに。やめてやめてやめて。そんなわけないやんか。違うか。ちょっと、はい、でもパーカーもね、パーカー女子も最近はやっぱり可愛いなと思うね。なってきて、ちょっとダボっと着るやつね、うん、可愛いね。赤坂さんに憧れてではないですけどね。はい、あ、違うかったね。はい、ということでこの番組は AM1314FM91.9 ラジオ大阪からお送りしています。はい、皆さん、番組が始まったことを SNS で告知して、ラジコのシェアボタンもクリックして、はい、みんなでアルミ缶の今夜もショーパンツを盛り上げてください。はい、お願いします。はい、コーナー説明いきます。はい、アルミ缶バトル。はい、毎回一つのお題をもとにアルミ缶の高橋と赤坂がトークで勝負するコーナーです。ショーパンツだけにどんどん勝負していきます。はい、勝ちます。そしてパンツの時間、はい、といってもパンツを脱いだり履いたり買ったり売ったりするわけではなく、毎週いろんなテーマでトークを展開していくコーナーです。はい、今夜のテーマは、はい、赤坂優子の映画の引き戸、違うの、窓、あ、いいか、引き戸特別編 AV の裏窓でございます。はい、気になりますねこれ。はい、もう AV って言って持ってるもんね。ちょっと高橋さん、私ちょっと大人になったと思いません。どういうことやろう。ちょっとこれ気になりますよ。はい、ちょっと深夜番組っぽい。まだまだまだ10時とかやけどね。はい、はい、行きましょうか。はい、AV を1本借りて赤坂さんがじっくり見てきたよね。見てきました。あ、そう、はい。もう笑ってるやん。ちょっとツヤっぽいやろ。いや、そうかな。一本でそんな変わる。ちょっと、はい、それを解説してもらいたいと思います。はい、全日本ショーパンツ協会定例会議、ショーパンツ普及のためにみんなで盛り上がっていきましょうのコーナーです。協会になってしっかりと活動してくれた人、まだ協会になっていなくても毎週出す課題にしっかり取り組んでいただいた人の中から、毎週お一人に2000円分のアマゾンギフト券をプレゼントします。はい、今回はパンツ市場調査。お、周りの人に新年になってパンツを買ったか、買ったならどんなパンツかを聞いて送ってくださいという変態の内容の。そうですよね。はい、でしたけども、はい、送ってくれたかな、っていうのかな。はい、ちょっと少なそう。そう、やっぱりなかなか勇気いるから。はい、もちろん皆さんからの普通のメッセージや応援のメールやツイートもお待ちしています。はい、そして放送中はツイッターでつぶやいて炎上かっていうぐらいに盛り上げてください。はい、ハッシュタグアルミ缶パンツ、ツイッターの公式ハッシュタグはハッシュタグのアルミ缶パンツです。はい、これをつけてね、どんどんつぶやいてください。お願いします。メッセージいただいてます。はい、まずこちら、はい、ワルオさん。ワルオさん、お、赤坂さん、ん、舞台ご出演おめでとうございます。あ、それも主演だそうですね。ありがとうございます。素直にすごいことだと思います。嬉しい。例のサラピンの枕営業でゲットしたわけではないですよね。いずれにせよ楽しみです。行けたら行きますね。ところでセリフはあるのでしょうか。うん、いや、いやいやいや、メインや言うてんねんから、あれに決まってるやろ。いや、わからんやん。して全員でこう黙った赤坂さんを見ながらやるお芝居なんでやねん。違いますよ、ちゃんと喋りますしね。ちゃんとある。あ、喋りますか。あのサラピンのね、枕営業しなくても来たんですよ。あ、そうなんですか。本当にありがたいお話で しなくても来たんや。来たんです。そうなんです。こちらね、ここまで使ったわけじゃなかったんです、ね、違うんです。またね、取っておいてます。いざという時使いたいと思います。こちらのお芝居なんですけどもね、はい、イントレランスの祭りというね、難しいお芝居なんですけども、うん、作者がですね、鴻上尚史さん。もうすごい。そうですよ、すごい方よね。ね、そして監修が大村崑さん。監修ってなんなんやろね。あの、ずっといるわけではないんですけど、うん、なんかこう最終的にこう見に来てくれて、こういろいろ言うてくれはるか。すごいな、大村崑さんって。そうなんですよ、うん、そして演出が森健太郎さんで。森健太郎さんね。はい、うん、ね、知ってる、知ってる。私高校生の時にお世話になったことがあるんですよ。お、高校の時演劇部だったからね。あ、そうやね。そう、そうかそうか。そうそうそう、その方に、演出をしていただいておりまして、うん、こちら、プロジェクトコアさん主催の、うん、舞台なんですけども、うん、そこに私ゲスト主演ということで出させていただいております、うんうん、すごいな。はい、こちらのね、うん、580万人の宇宙人がこう地球にこう住んでいる世界の話なんですけども、うん、宇宙人が地球にめっちゃ住んでるってこと。めっちゃ住んでるんですよ。ははもう、でもじゃあ未来の話ってこと。ちょっといつの話かわかんないんですけど未来やろ、どう考えても未来なのかな、うん、そうそう、宇宙人がまあ普通に住んでる話なんですけど、うん、やっぱまあいろいろね、こう差別とかが
宇宙人差別ね、とかもういろんな差別があるわけですよ。ははで、それをちょっとコミカルにした舞台になってますんで、うん、絶対楽しいと思うんで、ぜひ来てください。もうチケット発売中なんですか？しております。公演はですね、2020年3月の14日、うん、土曜日3時と7時、うん、15日が日曜日が、1時と5時からとなっております。うん、場所が大発心斎橋角座で、うん、前売りが2500円、当日3000円となっております。ぜひお越しください。この間練習始まってんの？そう、もう始まってて、初めて顔合わせに行ってきたんですけど、うん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 、もう行ったらもうアルミカンさん、アルミカンさんみたいな、もう本当にアルミカンさんが出てくれるなんて、もう本当にもうびっくりしてるんですよ。いやいや、怖い怖い怖い、そんな感じで。なんなんその、いやもうちょっとあれ、私って売れてんのかなみたいな。いやいやいや、やばいって。そう、勘違いしてもらうな。このね、コアさんの事務所で練習させてもらってるんですけど、うん、こう練習 の部屋があるんですよ、うんうん、その鏡張りのね、うん、ほんでその横に、まあ、社長室みたいなのがあって、うん、もう赤塚さんぜひぜひ社長室に来てくださいみたいな感じで通されて、うん、ほんでもう時間もね20分前ぐらいだから、ちょっと着替えてきてもいいですかみたいな風にちょっと着替えに行ったん、うん、ほんで私はもうそのままみんなと仲良くなりたいじゃないですか、うん、早く。だからもうそのレッスンルームみたいなところに入って、うん、みんなとおしゃべりしてたんですよ、うん、そしたら社長さんがバババッとこうそのレッスンルームに来て、うん、ちょっと来てください、社長室に来てくださいと、うん、作家の先生からゲストということで紹介させていただくんで、ちょっと先にスクールに入られてこうみんなと仲良くなっては困るんですよみたいな感じで、あすいません、すいません、みたいな。すごい、ちょっと間違ってるやろ。いや、そう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 、扱い方。そうよ。で、紹介されたん？紹介されて、よろしくお願いします。一回喋ってんのに。そう。初めてみたいな感じで。すごいな。はい。もう、じゃあちょっと、でもあれやろ？はい。宇宙人役なの？宇宙人役です。役作りはどうですか？進んでます？楽ですよね。なる。やっぱ人間やと思うとちょっとね、うん、こう気が重いですけども、うん、宇宙人なんで、もう楽しくやらせていただこうと。もうじゃあこれからも漫才全部宇宙人でやって。いやその方がいいかもしれない。そんな気楽なやったら。そうそう。で、みんなもあったかいしね、うん、いい舞台にしたいと思いますんで、ぜひ。ちょっと楽しみやな。私も見に行くんで。あ、ぜひ、はい。お待ちしております。ありがとうございます。じゃあちょっとそっちもお便りします。あ、いいですか。行きますね。うん、36太郎さんです。はい。普通のお便りコーナーオン中。そこまで読まない。高橋さん、赤坂さん、うん、こんばんは。こんばんは。先週の放送で高橋さんが結婚の最終的な判断材料に相手の匂いが自分に合うかだと話してらっしゃいましたね、うん、逆に男からすればタバコ臭い女性は絶対無理です、うん、どんなに美人でもセクシーでも最悪です、うん、番組を聞きながらいろんな最悪な匂いを考えましたと、うん、冬にタクシーに乗って暖房が効いて、うん、運転手さんのカレー臭や、うん、運転手さんの食べたラーメンや、うん、カレーの匂いが充満しているのは最悪、うん、喫茶店で異様に臭いおしぼりは最悪。あ、わかるな、わかる。歌舞伎町に見に来ているおばさんの集団の香水が混ざり合ったロビーが臭くて最悪、うん、勝手に変なメールですいません、うん、アルミカンのお二人の日常最悪の匂いはどんなのですか。とでもタバコ臭いのは女も嫌だろうけど、うん、男も嫌やんな。私嫌やねんな。でもチキチキさんは全然好きやな。いやどっちと思って言ってる。もうどっちの面もありはるから。チキチキさんのタバコ、まあ結構ね吸いはるから、うん、こう車とかも結構匂うけど、うん、なんかそんなに嫌じゃないな、やっぱり。もう 人なんか人が好きやから許せんやろな。でも男性で、うん、もうなんかな、やっぱりなるだけ吸わん方がいいな。うん、うん、くっつきにくいやん、うんうんうん、タバコの煙の匂いしたら。あ、そうなんや。あれディレクターがタバコやめると。ほんまですね。やめてくださいよ。見てますから。いや、そう、あとなんやろな、嫌な匂いって言ったら、わ、口臭とか。口臭ね。でも口臭もさ、うん、なんか苦手なんと、まあ許せるのと。なんなんそれ。大丈夫な、口臭がわからん。なんやろな。まあまあ口臭やっぱり、なんか
おばさんは結構口臭が多い人多いなって思ってて、うん、気をつけんとあかんやな。そうやね、だからそう意外と女性もするもんね、うんうん、と思うんやけど、いい口臭に出会ったことはない。あと私あれやな、うん、バラ系の、うん、そのあのなんていうの、あ化粧品が苦手。あ化粧品、香水も苦手やけど、おう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 、バラっぽい匂い、あとシャンプーとか、なんか自分で使ってもちょっとああこれバラっぽいと嫌やなって思う。あそう、うん、私何やろ。メリットメリットはいいね。メリットは大丈夫大丈夫よかったと、そうかな。いやでもやっぱ匂いはあんねんって、うん、ある。匂いはほんまにあれよ、気を、うん、脳みそと直結してるらしいよ。わかる。なんか臭かったらその人嫌いになってしまうよな。そうやねそうやね、わかる。目はなんか目で受け取った情報を処理してから脳みそに送ってるらしいんだけど、匂いはすぐグッときてるらしいよ、線が。そうやな、一歩少ないらしい。だから、うん、なんか記憶がすぐにパッと出てきたりするやん、うんうんうん、あれって匂いの方が他の感覚よりもすぐに脳に直結してるかららしい。私な、昔宝塚ファミリーランドでな、うん、そのゲートでモギリのバイトしてたやんか、うん、その時に、まあ、寒いから足元にヒーターみたいなの焚いてて、うん、そのヒーターがすっごい変な匂いを醸し出してたんやん。でもなんかその2人でモギリをしてたんやけど、うんうんうん、もうヒーターなん分かってんねんけど、でもなんかもうこの人の匂いに覚えてきてしまって、なんか、そこはこの人と入りたくないみたいな。でも違う人と入ったって、そうですね。だからどんどん嫌いになるみたいな。全員嫌いになっていく。相方も全然ずっと嫌いになっていく。むちゃくちゃ罪あるヒーターやん。めちゃくちゃ嫌やったな。匂いってほんま大事なんやなと思った。大事やな。うん。その場所とかの匂いもあるやん。うん。入ったら。わかる、うん、だから私銭湯好きやねん。あーでもわかる、銭湯の匂いいい匂い。みんなシャンプー使ってるからいい匂いするやんか、うん、なんかちょっと水の匂いみたいな、水道の匂いみたいな、もうなんかいい匂い、うん、うん、そうそうそう、だから好きやっていうのもある。うん、匂いは大事という話、うん、もう一個来てるやろ、ね、はい、来ます。ポイズンソリマさんです、うん、お二人さんこんばんは。 こんばんは。先週の放送で高橋さんが男性の匂いは重要だと言っていましたが、うん、海外で昔匂いの合コンがありましたよ。そうやねん、そうやねん。内容は1、男女が1週間洗濯していない服を番号のついたビニール袋の中に入れる、うん、2、ビニール袋の中の匂いを嗅いで気に入った番号を記入、うん、3、番号が一致したら相手が分かる、うん、すごく盛り上がりましたのでよかったらやってみてください。やったみたいに。やりたい。え、でも一回やったよな。ああやった、やったね、ネット番組の企画で男芸人を揃えて、うん、私がもうずっと匂いが大事っていうのは今までも言ってきてて、うん、で赤坂さんに男の匂いを知ってほしいって言って、うんうんうん、みんなにシャツを1日か丸2日ぐらい着てもらって、うんうんうん、それを全部ジップロックに入れて、うん、全部赤坂さんに嗅がすっていうのをやって、一番好きやったのが、うん、あのトライアングルの森さんっていうね、うんうん、方やって、うん、確かに未だに好きやわ。やっぱりそうやね、うん、わかった。曲数落ち着く匂い、そう落ち着く匂いってもう好きになんねんな。うん、なんか落ち着かへん匂いやったら多分顔が良くても嫌なイメージに変わっていくねん。あーそうなんや、うん、だから大事やなっていう話ですよ。うんうんうん、いや、そうですよね。でもこの合コンほんまにやってほしいけどね、日本でも匂いなあ、うん、絶対それうまくいく率高いと思うねんけどな。うんうん、やってほしい。私も匂い婚活、うん、いいね、うん、いやでもね、うん、あれですよね。どうした、いや急にやられて、ちょっと言いたい話があってね、うん、あの東出くんの、おお今話題になってますよね。もうめっちゃ怒ってるもんね。いや怒ってんのちゃうねん。あ違うの、そのさ、みんな言ってるやん、その結構いろんな人がコメントしててさ、うん、その人の不倫やなんやで騒ぐなみたいな話もようしてるやんか、うんうん、ほんまにそれは前提の上よ、うんうん、別にその誰が不倫してようが、うん、関係ない人がなんか人を批判してめっちゃこっぴどく言うのはおかしいなと思うけど、うん、まあなんかちょっと許されへんじゃないけど、女性の方叩かれすぎちゃう。ああ結構ね、そう、うんうん、いや分かるで、うん、そのね相手の女性が、うん、ちょっとこう女子から、特に女子から嫌われるタイプの女子やん、うんうんうん、清楚系でなのにそういうちょっと不倫とかしちゃって、うんうん、しかもなんかそれをこう SNS とかにちょっと投稿しちゃったりするみたいな。そうそう、あれは匂わせ女子やろ。いや匂わせ女子は私も嫌いやで、嫌いやけど、うんうん、もう今さほらね、先週その捕まった人が、うん、あの出てるドラマとかお蔵入りどうこうっていう話もさせてもらったけど、うん、
その今回もかなりお蔵入りになるみたいやんか、うん、ドラマ撮ってたやつがあかんくなったりとか、うん、もうよくない？いや見てまうて。よいいやん。またその不倫の話じゃあいいやん。いやもう余計にもこいつ不倫のやりながらいやいやこんなドラマしてもう超リアルなんかって見てまうやん。そこまでのやつは見たらあかんけどもうドラマ自体を見たらあかんねん。いやいやいやでも見てまうやん。いやわかるよわかるけど、うん、いいやんめっちゃうまいなやっぱりと思う。いやいやもう普通に余計に視聴率上がるって。いやいや腹立つやんもう。いやもう思うねんけどさ、うん、なんかみんな多分あんだけ騒ぐのっていや騒ぐのはあかんやんとも思うけど、うん、もうさドラマよりも面白がってるやん。もうこれ以上のドラマないやん。美男美女がさ不倫してドロドロので好感度下げてみたいな。いやもうお金渡した方がいいんちゃうって思うねんけど。確かに仕事なくなったりするよりもこんだけさテレビ番組にぎわしてみんながさ、うん、楽しんでるんやったら、ね、いやいやまあまあ本人たちにあげるのあれやから、うん、アンさんにその出演料みたいなあげてもいいぐらいもういや面白いやもう確かにみんな面白いだけやん絶対さみんなが、うん、あのなんかこいつが悪いあいつが悪いとか言ってるけど、うん、もうさ、うん、面白いなってその子おもろいなっていうので見てるやん。そうねやっぱ楽しいことあんまないからさ そういうのに楽しんじゃうよね。そう、うんうん、でまたもう一個思うのが、うん、いやもう今回の不倫に関しては 120% 東出くんが悪いからと思ってんね。言うてるね。この間 1200% 言ってたけど120% あそう 120% そう悪いからと思ってるんですよ。やっぱりあの結婚しててあの女の人に行くっていうのはいや、うん、私な不倫を完全に否定派ではないねん。そうよねちょいちょいしてるもん、ね、やめてよそんな言うのそんなことはないです。あ そ, うそんなことはないけど、うん、いや一回きりの人生やんか、うん、もう結婚にもいろんな形があると思うからいやないよ。いやあるあるある何いろんな形あるよ。だからそれこそ妥協とかあそれこそだって男性がめちゃくちゃお金持ちで女性がなんかそれにこう傾いていったとかそれ最近やったお互いがいい年やからまあいい感じで確かにどこを重点にするかみたいなある、ね、そう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 とかもあるしそれこそもう匂いが合わんくて二人とももう絶対に触れ合わんようになってしまったとかさあほんなら、うん、その一回きりの人生でいや進んで不倫することは良くないと思う で、うん、でもめちゃくちゃ素敵な人に出会ってしまったら、うん、それをもう私は結婚してるからって、うん遠のかす必要はないんじゃない。泉ピン子さんも言ってたなんだあんたさ東出くん悪いけど、うん、あんちゃんにはすごい悪いけど、うんうん、東出くんから、うん、その告白されたら私も付き合ってしまうって言ってた。そうやねでも確かにそれは分かるなと思った。いやそうやねそうやねいや、うん、しその女からしたらしかも22歳やんか、うん、で付き合った時なんか10代って言ってたやんか、うんうん、そんなんな、うん、別にええやん。いやそのないい声でその他の、うん、なんていうの奥さんがいる人に言い寄るなんて最悪やみたいな声もあるけど、うん、いやいやあの相手の奥さんのこととか、うん、別に私は考えてないよっていう知らんやん、いや考えなあかんの東出くんやねん。あそっかその相手が考えることじゃないやん、まあまあまあ、それどんなに言い寄ってきたって東出くんがめっちゃちゃんと大事やと思ってたら、うん、跳ねのけたらいいし、うん、それでもものすごい好きやったらもう最悪別れそのアンさんに振られてもしょうがないと思って付き合うべきやと思うね、はいはいはい、なのに、うん、やっぱ別れたくはない子供もいるしみたいなこと言ってはるやん、うんうん、それがもうダサいわ。あー相当の覚悟をしてそのあの私はその妊娠中その不倫は否定派ではないけど、うん、奥さんの妊娠中に不倫をする男は、うん、あの世の中で一番嫌いなんですよ。言うてるやん なんでいやもうだって奥さんとも近く、うん側近でそういうことがあったわけじゃないですか、うんうんうん、で奥さんは身重になってすごく大変な思いをしてるわけじゃないですか、うんうんうん、そんな時にあの奥さんがちょっと相手してくれへんとかで女の人に行くっていうのはどっちにもむちゃくちゃ失礼なことやねその不倫相手の女にも。おだって、うん、いや子供できて今から頑張ろうとしてる時になんでこの女がただただその欲求の吐き口にされなあかんねんって話やん。だから2人ともがむちゃくちゃ好きでもう奥さんとかともちょっとうまくいってなくての恋愛とかやったら私は別に、うん、まあそういうこともあんちゃうのって思うけどその妊娠中っていうのはもう一番罪が重いと思う、うん、子育て中はいいの？いやそれもよくはないけど、うん、よくはないけどまだわからないじゃないですか、うん、そのもう奥さんが子供いっぱいいっぱいだっていっぱいいっぱいになるのはしょうがないと思うけど、うん、もうすごい寂しくてとかあるかもしれないけどその妊娠中っていうのは一番だって奥さんもさそうやなもうどうしようもない時どうしようもない時やからそっかそうやねあっていうのでなんかそれをした東出くんがめっちゃ悪いのにそのちょっと相手の、うん
女の子もそりゃいいことではないけど、うん、責められすぎで、うん、まあでも東出くんもだいぶね、うん、痛手を負ってるから別にいいんですけど、ね、うん、別にいいんですよ。いや、いいって全然思ってないだからその妊娠中に不倫をするなというのを声を大にして言いたい、うん、その妊娠中に不倫をしたら男が 120% 悪いっていう話、うん、おー、うん、分かって世の中の男の人分かりましたか？ダメですよ、妊娠中は。と思うわけなんですよね。はい、確かにね。うん、だからその女を責めるのはなんかな、うん、まあちょっと他と違いなんじゃないのと。おー、うん、でもまあ腹立つけどな。あんちゃんのなんか SNS に。だからあんちゃんのなんやねんってみんな思う。いやしかもさ、そのテレビとかでさ、あんさんがかわいそう、あんさんがかわいそうって言うけど、あんさんかわいそうやと思ってるやったら、うん、そのいつ知り合ったかみたいな映像とかのが流すのやめってめっちゃ思う。あ、そんなんもう。なんかその、こん時にもう付き合ってたんですかねとか、こん時の写真がどうとか。いやもうそんなんやったら目に入ったいい一番辛いアンさんやんか。やのにみんなアンさんかわいそうって言ってるから、もう面白がるやったらみんなお金あげて面白かったらって思うねんけど、もうドラマとして。あー、まあな。うん、なんかちょっと今回そう、うん、すごくね、いろんなこと言われてるけど、私はそう思ったっていう話でした。あー、納得、いいと思います。いいと思います。なんなんいいと思います。納得できました。納得ですか。はい、佐藤さん何かあった？あ、私ですか、うん、私はね、繁盛亭行ってきたんですよ。あ、そうよね。へえ。あの久しぶりに、あのそのコアの練習場が近いね。すごい。へで、それもあってちょっと思い出して、うん、なんか行ってみようかなと思って行ったら、うん、まあ満員でさ、うん、いいなと思って。なんなんその感想。大爆笑よ。しかもお客さんもあったかくてさ、おばちゃん多いからむちゃくちゃ笑うねやんか、うん、わいいなと思って、やりたいな、出たいなと思って、うん、気楽感もね、あったかいけどね、うんうん、あったかいやけどね、もっとあったかい気がしちゃった、わかんないけど、ずっとじゃないかもしれんけどね、うん、でもちょっと腹立ったことがあってさ、うん、その落語家さんがね、うん、動物園っていうネタをやってはったの。あ、分かる、動物園ね、うん、あるじゃないですか、そのね、その動物園なんですけど、虎が死んでしまって、うん、そのメインの虎がいないから、その毛皮を着て、うん、その人間がね、でその虎をやるっていう話なんですけど、うん、まあ、その話のオチがやね、うん、その虎をまあ着ながらこう虎をやってはるんですよ、人間が、うんうん、でそこにさあ皆さんお集まりください、うん、今からね虎とライオンの対決が見れますよみたいな、うん、なって、その虎に入ってる人はその話を聞いてなくて、うん、マジで、俺食べられてまうやん、うん、みたいな風になって、うん、でも実はそのライオンも人が入ってたっていうオチなんですけど、うんうん、その俺食べられてまうやんって一番盛り上がるところで、うん、隣に夫婦がいらっしゃって、うん、まあ私の隣が奥様、うん、その隣が旦那さんやったけど、うん、旦那さんがその実はライオンも人なんやでって言うて、落ち前に、うん、と思って、いや言うたらあかんやん、うん、なんか知らん人は知らん人でもうそこめっちゃ面白いし、知ってる人は知ってる人で、うん、そのどうやって落語さんがやりはるんやろうっていう楽しみがあんのに、うんうん、おっちゃんは先に言うてもたん、うん、これ一番あかんやつやんと思って、うん、私もそのせっかく集中して見てたのに、うん、こっちに、うん、なんで言うてまうのって言ってもうたせいでオチがちゃんと見れなかったの。なんで言ってまうのって言ってもた？言ってない。心の中で、心の中で言ってたの。すごいと思って。そもろいや。なんで言ってまうの？それは余裕は。だって、落語家さんがちゃんと落語をやってはるから、それは邪魔できんから、声を出すだけでも。もう心で突っ込んでたから、なんで言うの？今から言えとかないと思って、うんうん。で、しかもその、なんていうの、その、事前に奥さんは聞いてしまって、わはははって笑ってるわけ。うん、違うやん、ちゃんと落語さんのオチを聞いて笑わなあかんやんと思って言うて心で思ってて、心でだからもう全然見れへんかって、うん、むちゃくちゃ腹立った。あ、それは腹立つ、オチ言ってしまうタイプ。知ってるのは分かってるよ、うん、分かってる、それ知ってる人もいっぱいいるよさ、うん、でも言うたらあかんねん。いや、だから多分その旦那さんの方が落語好きなんやろうけど、うん、それを、うん、そうやねん、落語好きなんて余計に言ったからな。じゃあお前が落語家になれと。いやいや、もうそれは極論だ。でも言ったからな、そう、そのそのオチを奥さん楽しんでもらえよって思うな。んでこう周りの人もちょっと迷惑こもってるわけやから、うん、なんかしかもその笑いあって、うん、その落ち着いたりするやんか、うん、そのちょっとシンと乗ってる時に言うはったから、うん、いやいいんじゃいって、めっちゃ怒った。なんじゃ言ったかって言った。
言ってない心の中でスコンってだっていやわかるわ落ち言うタイプ腹立つ なでも今はもう赤坂さん落ち言ったからこの落語大丈夫違う落語ってそういうことなかった人はもうちょっと落語ってどうやってありはる知ってても楽しめるっていう動物園の話もし見た時あ赤坂が言ってたやつ落ちも分かってしまった私の喋りなんて大したことない大丈夫楽しめるよ皆さん本当にすごいからこれねぜひ見に行ってくださいわかりました、はい、さあ皆さんもねまだまだメッセージお待ちしてます、はい、今夜もよろしくお願いします。熱っヒートアップしたからヒートアップしすぎて熱いアルミ缶バトル。はい、毎回一つの話題に合わせてアルミ缶の高橋と赤坂がトークで勝負するコーナーです。はい、ショーパンツだけにどんどん勝負をしていきます。はい、さあこんなお便りをいただいてまして、ひーちゃんさんかな。ひーちゃん、はい、先週の放送では自分のメッセージが取り上げられリスナーとして幸せな経験ができました、ありがとうございましたと。いやこちらこそ。そしてお互いの人となりを紹介願ったところコンビ仲がいいとの話、うん、面白ければコンビ仲うんぬんは二の次だと思いますがお二人の場合はそうあってくれてよかったなと思いました。そんなことないよね大事よね大事大事コンビ仲は出てまうから、ま、めちゃくちゃ悪いのはダメやと思う、うん、さてこの番組の聞き方について質問です。はい、アルミ缶バトルでは初めに各々の立場を決めて話されていますが、うん、これはディベートと呼ばれるものなのでしょうか。うん、単にテーマを設けてそれぞれが自分の意見や考えを出し合ってると思って聞いていたのですが、うん、よく考えたら最初に立場を設定しバトルとなっています。聞き方を間違えてる？もしかして本来の自分の意見とは異なることも発言している？でも自然な話しぶりで自説を披露しているように感じるしなぁとこんな風に考えていたら分からなくなりましたで最終的には、うん、後出を取ってるっぽい高橋さんは方向性あるいはゴールを決めたらそれに適した内容を自然体でさらっと話しそうですし、とすると実は番組全体を通して自分のことを話していそうで話していないんじゃないかなどと飛躍して考えめちゃめちゃすごいなと勝手にゾクッとしてしまいました。考えてくれてるやん。念のためにお伝えしておくとコーナーの形がどうとか本音がどうとかを問題にして言ってるのではありません、うん、よろしくお願いします、うん、そうなのそんなに考えず深読みしすぎやから、ね、もう素直に楽しんでくださればでもまあこのバトルはディベートやね。そうですね、その別にまあ、うん、でもお互いの意見に近い方を取ることが多いけど、うんうんうん、でもたまにこれ逆で言ってみようかみたいな。わりかし意見が同じ感じになることが多いからね。そうそう、だからあえて逆の立場に立つみたいなことはあります。もちろんありますよ。はい、だからそれをね、はい、うまいことやってるってことですよ。さすが腕であるでしょさあその辺を踏まえて今回のバトル、はい、これお題いただいてます。36太郎さん、はい、彼氏の部屋に泊まった時、うん、家ご飯でお酒をたくさん飲んで泥酔した彼氏が爆睡しながら、いい、ねうん、1. 寝ながらゲロを吐いていた寝ゲロ2. 寝ながらうんこを漏らしていた寝ぐそ、うん、どっちなら許せますか。バトルお願いします。汚いなぁどっちかなぁ。これは難しい。難しい。私は、うん、うんこやないやいやほんまにいや私はうんこやな寝なこの許せる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 。私はそのうんこの方がちょっと待って、接点が多いからこれ今からあの、うん、うんことかゲロとかめっちゃ言うんで嫌な人は音量絞ってくださいね。そうやね。そうそう、あ、消しはしないで。そうそう、もう 2,3 分のもんですから戻ってきてくださいね。はい、あのじゃあ私はゲロかな、ね、はい、ちょっとね、はい、あの、うん、悪おさんじゃないわ、本心どっちか、うん、はい、もうその辺も気にしながら聞いていただきたいと思います。はい、はい、アルミ缶バトルスタート。いや、ゲロは嫌でしょ。いやいや、あのゲロはちょっとこう酸っぱい匂いするし、食べたもんがこう、うん、はいはい、うわーって出てるからもらいゲロしちゃうじゃないですか、うん、だから絶対ダメやけど、うんこはまあまあまあ、いや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 、まあうんこさんの匂いやないやいや、ならへんって、ね、いや、お酒をいっぱい飲んだ後ですよ。お酒飲んでゲロみたいなさ、うん、失敗はみんなしたことがあるじゃないですか。お酒飲んでうんこした方が引くって。いや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 、こいつ寝ぐそしたって引くよ。色をご覧なさいよ。もうゲーはいろんな色が入ってるじゃないですか。うんこさん茶色やで。いやいや、今流行りの茶色です。手伝える？茶色そのなんとか吹いたりするのって。私ね、結構うんこはされるタイプなんですよ、ね、もうずっと昔からどういうタイプやねん。ワンコを飼ってきてるし、まあまあ、今も猫飼ってるし。でも猫ちゃんなんかゲロの方が要するんちゃうの。ゲーってするって言うやんか。それの処理とかは慣れてるはずでしょ、うん、いやでも、うん、慣れてるけど、うん、
に猫はやっぱりそのカリカリしかうちは食べてないんですよ。だからやっぱりそんなに臭くないんですよ。人間のゲロって、まあ、臭いよ。でもゲロはさ、うん、今でしか言ってないよ。うんこは五臓六腑通ってんねんで。いやなんかすごい、ね、全部を通ったすごいものを見ないといけないんですよ。やっぱり、うん、親しい人のゲロはまだ見れてもうんこって見たくないやん。いやいや、その人のうんこが好きな方もいらっしゃるじゃないですか。いやいや、もうそれ趣味やん。そうそう、でもゲー好きな人ってやっぱいないやん。やっぱりだからそれって好きじゃなくてもなんかまださ、うん、見れるやん、ゲロの方が。いやいや、うんこの方が見れる。だってこんなんやで、形だって。いや、それは人それぞれやし飲んだ後なんか汚いのが出るかもしらんよ、臭いのが。いやでもゲーほど汚いものはない。ゲーはだいたいわかるやんか。うんこはいろんなのありますよ。いやいや、うんこの方がわりかしその整ってるし、でまた養分を吸われてもんやから、そのなんていうの、もういらんもんやから。まあ、そうでもいいや。いやいや、絶対何これ、むちゃくちゃ汚い。やげー、ほら、みんなうんこの方が、ね、ディエタさんもうんこの方が、はい、ね、うんこ赤坂とみんなでゲロ高橋やって、高橋さんまだゲロ高橋の方がいいわ。うんこ赤坂嫌やろ。うせやん。確かに呼ばれんのはうんこの方が嫌かもしれない。いやもう全然、あ、高橋さんうんこ色着てるやん。やべえや、うんこ色ちゃうねん。もうこんな、はい、こんなお題でもいいです。はい、うん、はい、っていうかまあどっちも嫌やけどな。だからそういう意味では演じてますよ。そう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 、もう今赤坂さんなんかうんこ大好きな人間みたいになってる。本当は好きじゃないから。でも それは本心ですよね、うんこ大好き人間。いや大好きじゃん。まあうんこうんこ言うのは好きよ。好きな子供やから心が、はい、うん、負けても全然悔しくないですけど皆さん、私たち2人に勝負してほしいお題を送ってください。メールはパンツアットマーク obc1314.co.jp です。さて皆さんもう申し込んでくれたでしょうか。この番組でもおなじみの大口酒造さんの黒井さん錦を飲む会開催しますよ。そうです、はい、今回はちょうど10回目の開催で、ヒットエンドヒットとアルミ缶の今夜も勝負パンツの合同開催です。すごい。ですから高岡美希さんと一緒に私たちアルミ缶も出演します。そうなんです。私らもこれに出させてもらえるとは ね本当に嬉しい限りでございますよ。上り詰めたもんやで。黒井さん大好き大好きと言ってよかった、はい、ね、黒井さん錦を飲む会はですね、2月15日土曜日お昼12時開場、12時半開演です。はい、会場は大阪市中央区にあるシティプラザ大阪というマイドーム大阪、大阪商工会議所の南側にあるホテルです。うん、参加費はお一人1500円。安い。これめっちゃ安くない、うん、安いよ。普通にちょっといランチぐらいの感じで、ね、これ1500円で大口酒造の芋焼酎黒井さん錦を飲みながら、うん、シティプラザ大阪の料理長が腕によりをかけた松花堂弁当を味わってもらえます。これお弁当だけでももっとするんじゃないかっていうぐらいなのに、ね、はい、うん、もちろん私たちの漫才もあります。すごい、はい、ありますからね。もうね、これは漫才見に来るだけでも1500円しますから。そうよね。そうですよ。そうよ。だからこれかなりお得なんでね、うん、ぜひ来ていただきたい。会場のシティプラザ大阪へのアクセスは、うん、大阪メトロ堺筋線中央線の堺筋本町駅、または谷町線中央線の谷町4丁目駅から歩いて5分ちょっとです。行きやすい。京阪電車堺筋線の北浜駅からでも10分ぐらいとなっています。うん、このホテル外には誰でも使える足湯があるんですよ。すごいね。イベントの行き帰りに使ってみてください。はい、大口酒造の黒井さん錦を飲む会に参加したいという方は、うん、2人1組または4人2組で応募ください。はい、募集人数は40人です。お、ただしお酒のあるパーティーですから20歳以上の方に限らせていただきます。はい、お酒は当然芋焼酎黒井さん錦のみです。そうです、美味しいです。はい、ただし飲みすぎにはくれぐれもご注意ください。ごめんなさいね。美味しいですって言ったら赤坂さんの会長の札がボトって落ちる。ひどいわ。はい、で、まあ会場へはね、公共交通機関でお越しください。飲酒運転は絶対にダメですからね。はい、行きたいという方は代表者のお名前、住所、年齢、電話番号と参加人数を書いて、はがき、ファックス、メールでご応募ください。うん、はがきは郵便番号 552-8501 552-8501 ラジオ大阪、ファッ
ファックスは大阪06-6577-0301、06-6577-0301、どちらも黒井さん錦の会係までお願いします。メールはpants@obc1314.co.jp までお願いします。締め切りは1月31日金曜日到着分まで有効ですから、はがきの人は明日の朝には出してくださいね。なお、応募多数の場合は抽選となります。当選者には後日ラジオ作から招待状をお送りしますのでお楽しみに、はい、大口酒造の黒井さん錦を飲む会は2月15日土曜日お昼12時半開演です。はい、私たちもね、一緒に飲めるということで楽しみにしてます。一緒に黒井さん錦飲みましょう、はい、たくさんのご応募お待ちしております。パンツの時間、はい、毎週いろんなテーマで投稿を展開していきますが、今夜は赤坂優子の映画の引き戸特別編 AV の裏窓という形で、引き戸なのか窓なのかな何なんですか、もうぐっちゃぐちゃしてますけども、はい、はい、AV を借りてきたんですね。借りてきまして、前回全日本ショーパンツ協会の定例会議でどうやったら、はい、YouTube の視聴回数が増えるかというのでいろいろとアイデアを募ったら、はい、そうなんです、AV を見ながら、うん、こうオーバーにこういろいろ解説したらいいんじゃないみたいなのをいただいたんですけども、さすがに見ながらはちょっと生々しすぎるんで、はい、赤坂さんは映画好きやから、はい、じゃあ初めて AV を見て、そうなんです、それをちょっと、はい、解説してもらおうかという話で、いやー、まあでもちょっとね、やっぱり映像の再生回数を伸ばすのもやっぱ目的なんで、はい、ちょっとあ動きもやった方がいいですか、はい、ただはい、まあ言葉とか、うん、生々しすぎ、まあ一応ねこれでちょっと生々しくはなるかもしれない、まあまあちょっとはいいですよ、伸びるんでちょっとはいいですけど、はい、あんまり怖いこと言わないで、わかりました、でまあまあまあ収録だから大丈夫でしょはい、お願いします、はい、そうなんです、見ましたか、行ってきましたよ。でも私もそんなの見たことないね、しかもその DVD を借りて、うん、でしょ、ね、そう18禁のところですよ、そうさ、のれんをくぐって行ってもらいました、ね、あの映像って今日流すんですよね、そっか、先週この収録終わりで、うん、ディレクターさんと私と赤坂さんで、うん、まあ、借りに行ったんよね、はい、そうです、でまあ、借りに行く振りとかもちょっとだけ撮らせてもらって、はい、赤坂さんが行ったんですけど、はい、すっごい勢いで中入ってったよなスポッてそう、もう行くとこ行ってきますってとこ撮ってさ、うん、赤坂さん、うん、にしてもまあ、うん、一緒についていこうかと思ったらもういないから、うん、すごい勢いでずんずん進んでるやんと思ったら道に迷ってたどこにあるか分からへんかってほんまに開けて分かりにくいとこにいるんじゃないか、分かりにくいとこにあるけどでも分かってるかのようなスピードで行ったのに道に迷ってたから気づいたらアニメのとこ行っててあれと思ってこっちやでこっちやで言って引き戻されて私すぐ見つけちゃいました、さすがですね、はい、エロい女は香りがしますから、やっぱ近いもの、ね、エロい香りがしますから、ね、そうです、入っていって入らせていただいて、うん、まあお昼ぐらいに行ったんですけど、そうね、もう結構おじさんいっぱいいらっしゃってさ、結局さ赤坂さんとディレクター、はい、男のディレクターさんが、はい、2人で入っていったわけですよ、はい、カップルみたいに一緒に見るみたいな感じ、どれがいい、今昼間からそうそうそう、でさ、私もさそんな経験ないから一緒に入ろうかなと思ったんやけど、うんうんうん、でも話をやっぱり聞いた方がいいし、うんうん、しかもおじさんがチラッと見たらおじさんが結構入っててね、そうやねん、そうやねん、だからさ女が2人も入ったら緊張するかなと思って、そうそうそう、だって私1人やったけどなんか、うん、こいつみたいな感じで結構見られた、うん、だからちょっと外にいたけど、うん、どんな感じだったんですか、すっごいブーわーっと広いの、結構結構、うん、広いし棚もいっぱいあって、うん、めちゃくちゃいっぱいありすぎて、うん、もう何を借りていいのか分からへん、そうやんな、うん、でも大体が女性のそのいろんなこうなんていうのセクシーなポーズ、お今ポーズしてますよ、もう全然セクシーじゃないですみたいながトカゲみたいな今度私の方が落ちたよ、うん、がいっぱいあって、うん、そのやっぱ女やからあんま興奮せえへんわけ、まあそりゃそうやね、興奮されても困るわでも、うん、一個だけ、うん、なんか男性が、うん、
結構そのマッチョな人が椅子に縛られてるやつがあって、それだけちょっとペッと見てもって帰りたいなって思ったんやけど、それは何やろな、女性用なのかもしくは男の人好きの男の人用かやな。どっちやったマッチョで縛られてるんやったらそうかもしらんね。でも奥に女性がいたから、うん、多分その、え、女性いたん、あ、そう、なんていうの、そのパッケージに、ね、パッケージにね、だから縛られたい願望の人なのかなって思った。ははは、うん、でもやっぱりその私ではわからないんで、ちょっとディレクターさんに相談したところは、うん、やっぱここが一番その今の最新やぜと、うん、いや、ディレクター詳しいみたいなキャラになってるけど大丈夫、言ってるキャラみたいになってるけど大丈夫、みんな知ってる、みんな知ってる、男はみんな知ってる、そうそうそう、で、その最新やぜっていうところ最新やぜっていうところ行ったら、だってその人気ベスト5ぐらいの 女優さんがあって、うんうん、そのまあ3位が高橋祥子さんっていう方です。この方は G カップの、G カップ趣味ギターとかメタルロックの女性でした、だそうで、うん、でもこの子も可愛かった、うん、で2位がさくらまなさんとか、あ、なんか聞いたことある、なんかね有名やんね、すごいいろんな YouTuber とかやったりしてすごい活躍してはるらしくて、なんか普通にテレビとかも出てはるかも、 AV 女優さんとして、あ、そう、うん、そう、私ちょっと疎いもんやからちょっとあんま分からへんかったんで、うん、活躍してはるみたいで、うん、しかも F カップ、でかいよね、やっぱ胸大事なんやな、ね、うん、そしてその1位が三上優愛さんという方で、はい、この方が、まあ、F カップなんですけど、うん、元SKE48、 アイドルさんが、しかも SKE か、すごいな、そう、 AV 女優さんになったという方で、その人のを借りました。おお、はい、これどうなんやろな、応援してた人とか嬉しいんかな、どうなんやろ、でもご本人的にはなんかその新しいことにチャレンジしたいみたいな、新しい自分を見つけたいみたいなんで、うん、すごいサバッとした感じでやってはる感じやから、あ、潔くてかっこいいな、でもなんかそういう感じでやらはる人も結構いるみたいもんね。そうやね、なんか美しかったらそら出したいよね、うん、でも出すだけじゃないやん、AV はそっか、でもなんかこう成長できそうな気もするしね、赤坂さんがこれを機にデビューしちゃう行きましょうか、行きましょう、そのね、借りたやつが NTR 同窓会、うん、愛する妻と最悪な元彼の気が狂いそうな胸クソ浮気映像お借りしました。いや、もう今日の話にぴったりじゃないですか、はい、はい、まあびっくりしたんやけど、うん、私一番びっくりしたのは150分あんねん、長っ、2時間半、うん、なんでそのヤマバペッティング的なやつが、うん、4回あんねん、ヤマバペッティング、ヤマバペッティング、まあ、ペッティングが4回あるんですよ、え、本格的なの、ま、そうそう、いや本格的なのが4つあんねん、うん、でちょっと細かいのもちょっとあったりするんだけど、うんうんうん、まあ長いちょびっくりした、何が長い、私ずっと見てるなと思ってめっちゃそれもお昼間に見てたからさ、私大丈夫かなって思いながらずっと見てたんですけど、うんうん、まあこれその浮気なんですよ、うんうん、まあその綺麗なんですよ、三上さんがすごい綺麗なんです、うん、綺麗な奥さんで、体も綺麗で、綺麗、クソ、顔も綺麗なんです、うん、んで、まあ、旦那さんとね、うんうん、一緒に生活してるんですけど、私ちょっと同窓会行ってくるわ、はい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 、言うんです、そしたら旦那さんはちょっと不安やね、うん、うちの嫁綺麗から不安やねんけど、うん、まあ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 大丈夫やろ、うん、まあまあいいやろ、うん、行ってらっしゃいというわけで送り出すわけです、はいはい、でまあそのまあ同窓会に行くわけです、うん、そしたらまあまあチャッチー、そのなんかセットがチャッチーみたいなって、うん、びっくりしたけど、そでそのなんていうの、ペッティングシーンはすごく明るいんだけど、うん、それ以外が暗くてさ、うん、ちょっとあのしょぼい感じはあるんですよ、うん、だからちょっとこう女性的にはテンションが下がってしまうねん、女性ってそういうのの方が大事だったりするな、うん、そうね、セットとかもなんかもう適当にもうこれ机あって、うん、そう一番人気のやつがそういうことやろ、そうそうそう、一番売れっ子女優が出てるやつだから、まあ男の人は気になるへんねんやろな、そうやろな、関係ないやろな、ほんでまあその同窓会の場所におったらさ、うん、元彼が斜め後ろにおってずっと見てくる、うん、あ、怖っ、ずっと、うん、ほんでその三上さんも気づいてはいるんやけど、もう結婚してるから、うん、もうちょっと無視して、気づかんふり、そう気づかんふりして友達と喋ってんけど、その会話の内容もちょっとなんか変やね、やっぱりこだわってないんやろな、そう
仕事何やってんの、なんて言ったんだいいんだろう、コンピューター関係みたいな、なんかそんな会話あると思って、自分がしてる仕事やでみたいな、多分背景があんまり定まってないよ、ね、そうだからそこにとこはいいやっていう感じがあって、まあもうそのみんなでテキーラ飲もうよみたいなノリになって、うえうえって飲んでたら、まあまあ寄ってくるわけですよ、はい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 、んでトイレに立った時に、まあその元彼が待ってて、ちょっと俺ら二人で暴露ようぜみたいな、まあ、やだ私結婚してるからもうやだみたいな、でも無理やりチューされるわけです、でもそれをこうバーンと弾いて、パッと行ったら、もうミカエルさんはベッドの上なんです。どういうこと、そう飛ぶんですあんま気にならへんやろね男の人ね、そこが大事なのやろ、そうですね、どうベッドにベッドにね運ばれていったんかって気になるけど、もつれ込んだから、そこはもうなくて、もうベッドに寝てる状態、そしたら寄ったのかな、寄っちゃっても寝てる状態で、もう元彼が来て、でお前だらしねえなみたいな感じで水を飲まして、ちょっとこう意識をはっきりさす、でそっから襲われていくわけですよ、さあほれお前こういうとこ好きだったよなっつって、まず胸、その服をベロンと上にめくられて、ほんでこう谷間のあたりブチュ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 ってこう攻められるわけです、そしてそのブラを今度はガーンと下に下げられる、だからもう服に挟まれてる状態、ブラおっぱいがそうよう見えるんです、やっぱりやから、そうそう、でそこの先をこうチク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 と攻撃されて、もうその三上さんもやだやめてやだあいいよセクシーやめてって言いながらもちょっと興奮してるんです、でその後どん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 下がっていくわけです、でそのタイトスカートみたいなの入ってて、はいはい、そこスカタイトスカート上にギュンめっちゃ上げるやん、めっちゃ恥ずかしいと思うね女性でも男の願望なんでまあまあまあクロストッキングをの上からもうブブバババババチッチチッチチッチッ攻められまして、でジュン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 とこう、ね、コメディ映画見てきた違うやん下げられて、もうその女性の一部をこう攻められるわけですよ、はいはい、まずはパンツの上から、そして脱がしてから、ほんでお前こういうとこ好きだって、やめてやめてやめてセクシーってそうなってる、なんか女としてはなんかかわいそうに思えてきてさ、すごく嫌がるからさ、あ嫌がってんの、そう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 、だからちょっとなんか無理やりやられてる感じあって、大丈夫かなって思ってたんやけど、まあまあその日は終わって、あその日はそこで終わったんですか、いやもう最後まで行きますよ、最後まで行ったの、もうなんていうの、ゾウさんを何回もその挿入しはるんですよはいはい、でな私ちょっとあれどうかと思うんやけどさ、その最初に女性をこうバーっとこう舐めたり何やら何やして興奮させます、でちょっと濡らします、んで男の人も興奮してるわけやんか、で、俺攻めていくぜみたいに寄ってきて、でパンツ一丁になってるわけ、でパンツをピッと下ろすと、そのゾウさんがプルンってなるわけ、あれ滑稽じゃない、いやいやいやあれってなんなん、えあれってプルンってなんなん、なんで上がってんの、上がってるわけ、上がってるやろ、あれってじゃあいいんじゃないの、興奮する、なんかプルンってなるからちょっとおもろってなるわけならん、まあ興奮はせへんけどなんかそれに対そういういやでも興奮してくれてるんだって、ってことなんやけど、でもなんともそういう演出があるからなんなんこれって、それを何回もこうプロンが何回あるからなんなんこれって、だからちょっとおもろなってくるやん、準備万端だぜ感がバッと出てくる、そしたらそんなね、みかんさんチラッと見てやだみたいなほんでやな、もう すごいよ挿入されるけども、ありとあらゆる角度からもう三上さんはまず、まあまあ前から、はい後ろから、はい横もう逆、右左、もうあらゆる角度から入れられて、でもね、いややったけどなんかもうちょっと満足しちゃったみたいな、みたいなほんでまあまあまあその日は家に帰るんですよほんで、まあ旦那ちょっとこう後ろめたい気持ちもありながら旦那に、旦那ね、まあ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 寝て朝起きて会社に行ってらっしゃいって送り出すわけ、ほんでああえらいことやってもったなみたいな感じで、まあ家でこう洗濯物を干してる、干してたら、そしたらパッと玄関の方見たら元彼がおる、怖い怖い怖いもうちょっとホラーよ、そうそうもう来てる、ほんでピーポン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 、もうやめてっつってドア開けたら男入ってくる、また
そんないやいや言って嬉しかったんだろみたいな、うん、ほんでまあそっからもうソファーの上で第2弾が始まるわけですよ、うんはいはい、まあ1台よりやっぱちょっと激しめですよ。あ、またそうなんですよ、うん、さらにもうちょっと結構すぐ脱がされて、もうレロ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 されて、うん、ほんで、あ、もう私はもう満足したわけ、うん、もう2回も見たからもうすごい勉強になった。赤坂さんが満足赤坂さんが満足しちゃった。もう2回もしたし、まあまあこんだけ技術見せられたらもうないやろと思ったら、今度はあの三上さんの方からもう離れられなくなっちゃって会いに行くわけですよ、ホテルに。なるほどね。そうしたら今度は自分で脱ぎ出すわけですよ。そう、ちょっとセックスええね、お前ちょっと上脱げよってチチチチチチって脱いで、ほんでもうこうこうね、こう三上さんから行くわけです、うん、ほんでもどん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 虜になってしまって、最終的にはご自宅ですよ、うん、ご自宅の、向こうのご自宅、いや違います、彼女の、また旦那が仕事に行ってる時に、ね、そう、しかもその旦那と一緒に寝てるベッドで、あら、そう、もうすごいよ、もう私は全部の技術を習得したい、いや一本で、はい、そう、はい、面白い。いろんな技術あるじゃないですか。うんうん、言っていいのかな。いやいや、ちょっと待って。やめとこうか。怖いな。いや、ちょっと軽く言って。いやいや、指で。あるじゃないですか。はいはいはい、ね、はいはいはい。お互いのなんかその分泌液を舐めるだな。あ、お口でね。そう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 。はいはいはい、高いじゃない、はい、うん。もう習得した。完璧。もう私はもう知識はもう頭に入ってるから、それをちょっと実行できるかは分からないけども、でも一本、いやでも完全に真似したら引かれると思うでもまあ技術はすごかったんですけど、うんうん、やっぱりその、うん、あの愛がないんですよ、うんうんうん、やっぱりそのもうどんだけやるか、はい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 、どんだけ活かせれるか、はい、でどんだけ男性がこう女性を支配してるかみたいなのを見せるためにやってるから、うんうんうん、優しさがなくて、私はそこが辛かった。やっぱ女子には興奮しにくい内容なのかもしれないね。やっぱり私はもう映画でいっぱいそういうのを見て、やっぱりその映画とかは愛があるじゃないですか、うんうん、どんだけその愛を伝えるかみたいなのがあるけど、うんうん、AV はないからちょっと辛かったな、うん、あ、でもめっちゃ今いい感じだったよ、興奮してたよ。ですか、めちゃくちゃ汗ばんで、めっちゃ興奮して喋ってたよ、いい感じでしたよ本当ですか、伝わりました、うん、コメディ映画みたいな。違います、EV でございます。わかりました、はい、はい、視聴回数は伸びるのか、はい、以上パンツの時間でした。いやー、むずいな。いや、面白い。あっち、あっちむちゃくちゃ熱いわ。で、日本勝負パンツ協会定例会議。いやー、もう赤坂さんの説明に熱が入りすぎて。でも一回ぐらい見ていいと思うな。確かにちょっと興味はそそられた、うん、でもちょっとこのあまりにもその同窓会系はちょっと嫌がりはるから辛いとこから、もっとこうお互い愛し合うやつを見せたら、ちょっと次違うやつも。いや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 、愛し合う系見てや。いや、いいんやけど150分長いねいいね、ちょっと次行きますよ。はい、あ、そうやね、ショーパンツ盛り上げるコーナー、はい、パンツ市場調査をしてもらいましたけれども、はい、周りの人に新年になってパンツを買ったか、はい、買ったならどんなパンツかを聞いて送ってくださいということでしたが、はい、まあなぜ少ないわ、はい、私も聞いてきたよ、一人だけ。本当、誰に？あのタラチネの草山君に。うわ、好きやな草山君。聞きまして、はい、買いましたかと聞いたら、うん、買ってないですと、うん、いうことでした、はい、言うほどのこと。いやいやいや、一応聞いたよという。大阪のツッチーさん、いきます、はい、友人や職場にそんなことを聞ける関係性の人はまだいないので、とりあえず家族に聞きました。お、妻、え、勝負パンツってそんなん買うわけないやん、冬着から疲れ半ば呆れた様子、うん、長男、は、勝負パンツ何言ってんの、気持ち悪いな、高校2年生。次男、なんなん勝負パンツって、小5、うん、誰も勝負パンツは買ってませんでした。まあ、小学生の男子にコーダでって言われても怖いですけどすごいね、なかなか勇気がいるやな、うん、ありがとう。大阪のさとしさん、うん、職場で食事休憩中に仲のいい40代の同僚に聞きました、うん、番組の企画の趣旨を説明をしっかりしてから、恐ろしいぐらい丁寧に、うん、ならパルファージュというお店で黒の透けてるセクシーなハーフバックショーツを買ったと言ってました。すげえ。正直ハーフバックショーツって初めて単語を聞いて頭にはハテナマークでしたが、なかなか男受けのいいパンツらしいです、その後聞いてもないのにブラの話になり、それは聞いてへんからって言ったんですが、うん、セットで買うやろってことで番組には関係ありませんがずっと聞いていまし
さすがに20代の女の子には聞けませんでしたがって、うん、すごい40代のけど女性に聞いてくれたんや、これすごい、ね、めっちゃ話してくれるっていうのも素敵なことだな、これなんかやらしい関係が始まってしまいそう、うん、しまいそうな、ね、見てみるみたいになりそう、いいね、ヨッシンさん、うん、まず一人目は72歳の母親に、はい、この番組の今週の課題について説明し、うん、今年パンツを買ったかどうか尋ねてみました、うん、母親は今年はパンツ1枚も買ってないけど昨年の春頃に買った白の生地にカーネーションの絵が描かれたパンツをたまに履いてると言っていました、うんうん、あと2人目は自分よりも年上のおばさんに、うん、教会員に今週の活動について丁寧に説明すると、昨年の秋に買った白の生地に赤いバラの花とバラの葉っぱが描かれたパンツを履いていると教えてくれました。年配の方お花が多い、お花いいね、赤い花。謎のウォンバットさん、うん、GRA のスタッフ女性に馬の話やら雑談やらパンツを3人だけにそれとなく聞き、うん、口を濁しながらも一人のみ答えてくれ、普通の白でした大丈夫これ心配だろ心配なの、GRA のお姉さん、うん、聞いてくれたらしい、おすごいな。ボニチさん、うん、グループ LINE の女友達2人に思い切って聞いてみると好意的に協力してくれました。あららら、1人目の友達40代は、うん、今勝負のしどころがないので最近買ったパンツは履き心地重視のシンプルなパンツを複数枚購入したそうです。ちなみに勝負パンツはそういう相手ができた時に万全に備えて何よりも先に購入しに行く、上下セットになった白ピンクや黒、青など相手が好みそうなものをチョイスすると言ってました、いいねこれ。2人目の友達は30代、レースがメインのサラサラとした手触りで上下セットになるものを赤紫色と、深緑色の色違いで2セット購入、うん、それは勝負下着かと問うと女は上下セットで揃えるのが基本だと諭され、特に勝負パンツを購入したというわけではないそうです。うーん、すごい、すごい、めっちゃ聞いてくれてる、うん、そしてモモンガさん、うん、パンツ調査、姉、うん、ベージュローズ、メイ1花柄ビキニ、うん、メイ2生理中のため黒、大丈夫、いやこんなこと、すごいな、元嫁メイ2行方不明で聞けず、うん、いや大丈夫ですか、すごい、オメガさん、うん、女の子には聞けなかったので、うん、友達の奥さんのパンツの色を友達に趣旨を説明して聞いてきました、うん、あんまり奥さんのパンツの色を教えるのは乗り気ではない表情でしたが教えてくれました、うん、色は黒です、黒色らしいです、うん、以上です、うん、でもその奥さん綺麗な人だからまた聞きですが聞けてよかったです、いやキモいキモいキモいですって赤坂さんこんだけですよ、うわ少ないな、でもめっちゃ頑張ってくれたよみんな、いやすごい、なかなか傷を負ってくれたね、はい、誰に差し上げますかカード、うわそうやな、ウォ、うん、ンバットさん、ウォンバットさんな、なかなかすごいよな、その JRA の人に聞いて、いやいやそれ行く一番変態っぽい一番の変態にはじゃあプレゼントしましょうか、うん、謎のウォンバットさんにプレゼントします、ね、そしてみんなにはステッカー差し上げましょ う、うん、ちょっとこんだけ頑張ってくれたんで全員にステッカープレゼントします、はい、はい、そして来週の会員さんへの課題ちょっと今回少なかったんで、はい、非会員さんへの入会試験は、うん、次はちょっと節分の次の日ということで、はい、豆をぶつけてやりたいぐらい嫌いな人ってどんな人といういますよね、はい、ちょっとパンツ関係ないけど、はい、もう勝負パンツもお前は履かなくていいよと思うぐらい嫌いなやつを教えてください、うんうんうん、知りたい、はい、うん、ぜひ今度はちょっとね、うん、あの今日送れなかった人も送っていただきたいと思います、はい、腹立つ人とかね、はい、いろいろあると思います、はい、送ってください、お願いします、はい、ということで、はい、そろそろ別れの時間になりました。早い。あっという間やね、AV の話してたら。そうだね。次回の収録行っときましょう、うん、はい。2月4日火曜日の午前11時からです、はい。なのでメッセージなどは2月4日火曜日朝9時半までに送っといてください。はい、豆をぶつけてやりたいぐらい嫌いな人。これは書きやすいんじゃないでしょうか。ね、いるでしょう、はい、あとは、AV、どんな AV がおすすめとか教えてくれても。聞きたいよね。ね、聞きたいよね、聞きたい、今回はだから一番人気を借りたわけやんか、そうそうそう、でもなんかもうこれがとにかくいいから赤坂さんにも刺さりそうだとか、あ、高橋さんに刺さりそうだとか、うんうんうん、そんなんあったらちょっと教えて、女性にもいいんじゃないかみたいな、あ、ね、とかあったらまた教えてもらいたいね、そっちの方が来たりして嫌いな人も送ってくださいよ、うん、ちなみに赤坂さん豆をぶつけてやりたいぐらい嫌いな人は、わあ、まあタメかマネージャー、いやリアルすぎるまあ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 、まあまあ、悪い人じゃないですけどね、ちょっといろいろ、うん、はい、皆さんも、はい、皆さんもどんな人が嫌いか送ってください。
ください。来週もメッセージいっぱい送ってね。今夜もありがとうございました。おやすみなさい。いやー、終わりましたね。はい、いやー、面白かった。あ、そんなに喋れるかな AV でと思ったけど、いやもうだからいっぱい話したけど、うん、もう AV の内容だけでも十分。いや、だってもうもっと話せるけどでももう用語をどう言うていいかが難しいよね。ちょっとなんか違うので例えたりしたら面白いかもな。あ、だからそのゾウさんとか面白いやん。まあもうそのまんまやけど、ままやけど確かにね、うん、ほんまやな。うわー、うん、難しいな。ちょっとそれ考えとかなあかんな。めっちゃワクワクしてるいや、なんかもうちょっとエロい目で見えへんよね。なんかでも女子はそうなんかもな、うん、なんなんやろな。でも女はやっぱりそういうのじゃないんやろな。あの、何、どっちかと言ったらね、あの今パラサイトって半地下家族って、うん、ある言ってた、ね、映画館でやってるじゃないですか。あっちの方がなんかちょっと全然やらしくないんだよ、うん、でもそういうシーンがあんねんけど、そっちの方がなんかドキッとした。あ、なんか全然見してないんやけど、うん、隠れてんねん、パジャマ着てはんねんけど、うん、なんかその上からっていう方がなんかすごいドキドキした。なんかわかるかも、うん、女の人は全部見えてしまうとちょっと冷めるとこあんのかもしれないななんかもうめっちゃ動物みたいやなと思ってあ、人間って動物なんやなって思ってそれはなんかわかるけどとかいろいろ考え、いや大変やなって、こんな何回もせなあかんねんなって。いや報われへんわ女優さんいや三上さんが大変な仕事やなって思ったこんな目線で見られたら、うん、だからそんなやすやすっとできる仕事じゃないと思った。いいね、いいね、うん、社会派な話になりましたね、映画が。ほんまです ね。いや、はい、だからそうそう、ぜひ皆さん勉強に見てみてもいいかもね、はい、ちょっとまた忘れた頃にやりましょう、赤坂さんのただあの借りに行くのだけが気分は確かに、ね、あれかな。でも最近あの自動自分でできるからええな。まだあれ出すんがやっぱ一番熱いやん。確かに、はい、ということで、はい、今夜もありがとうございました。おやすみなさーい。